学生の皆さんに聞いてみたいんですけど、例えば、模試とか、いや、まあ受験でもいいか、受験とか、小論文とか、あとは学校の定期テストの、国語でもいいんですけど、作文を書かなきゃいけない場面がもし出てきた時に、そのテーマがあなたの勉強法について工夫した点とか苦労した点を含めて書いてくださいみたいな。もしテーマがあった時に、いつかあなたの勉強法についてですよ、書いてくださいって言われた時に、今ね、これは無茶ぶりしてると思うんですけど、今これ聞いてパッて思いつきますか？改めましてどうも、あいちです。今回はですね、今質問が非常に増えている効率のいい勉強法を教えてくれとか、その自分の勉強法のなんか改善点を教えてくれみたいな、まあ、勉強法に関する相談は年中多いですけど、やっぱりこの時期ね、だんだんその今勉強してるんだけど、例えば成果が出てこなかったりすると、いや自分の勉強法間違ってんのかなってやっぱ当然思いますよね。でそういった方も増えてるのかなと思うんですが、それで増えてると、相談がね。なので、まあ、今回自分が思う、最強の勉強法っていうのをね、ちょっと話していこうと思います。ここで動画止められる気もするんですけど、先に言わなきゃいけなくって、最強の勉強法って勉強法のベストアンサー、例えばもうこれをやっておけば誰もが、100人いたら100人が成績上がるぞみたいな、そういうのは持ってないです。この動画でそれは紹介できません。だけど自分が伝えたいメッセージ、そのメッセージを汲み取ってもらうことで最強っていうものには近づけると思ってるんで、まあ、よかったら最後までお付き合いいただきたいんですが、まずね、その2つ言いたいことがあって、まず1つがさっきのやつ、ベストアンサーねえぞっていう。ただそれ1個付随するものがあってさ、ベストアンサーは確かにないんですよ。だってもうそれがあったらさ、みんな同じこと言ってるよ。もうこんな動画必要ないじゃん。みんな同じ本書いてる、同じタイトルよね。タイトルで違う人が書いてる本が並ぶわけよ。でもみんなが違うことを言ってるじゃないですか。例えばって、朝方夜方だって別のこと言うんだから、朝がおすすめっていう方もいれば夜がおすすめっていう方もいるでしょ。でハイチに聞いて、それどっちがおすすめって聞かれたら、俺両方やってって言うから、こういう人もいるわけなんで、その決まらないわけよ。ただバッドアンサーの方はあると思っていて、つまりこれはやっちゃいけんよみたいな、勉強においてね。でそこはさ、避けることはできるじゃないですか、自分でね。ただね、これまた難しいところで、例えば今からちょっと言うんだけど、例をね、俺がこれはやったらいけんよって思ってることを、でも、俺それいいと思うんですけどっていう方は多分いる。だから100人がいて、聞いて、じゃあ100人全員がさ、それバットっすよねっていうのって、もうなんか、なんだろう、もうちょっと想像できなかったよ、今。なんかもう参考書とか使わずに勉強しますとか、わからんけど、だからもうおかしな勉強法とかだとそうみんな思うかもしれないけど、でもやっぱり、なんだ、意見は分かれるものだから、まあちょっと参考程度に聞いてほしいんだけど、でもね、多くの方、これはね、声を大にして言いたいところで言うと、睡眠時間削るな。削っちゃダメ、睡眠時間は。で、これはね、俺の経験で思ってることで、俺高校の時にさ、ちょっとごめんね、俺の話になっちゃうんですけど、高2の冬に専門学校志望から国立大志望に変えたわけよ。偏差値が20ぐらい足んなかったから。で、予備校行くお金も、その田舎だったからさ、予備校が近くにないっていうのもあったし、で、お金もなかったから、じゃあ、あんまね。だから普通にも自力でやるしかないと思って自力でやったんだけど、でさ、20足らないじゃん。でもやること多いわけ。もうあれもこれもやんなきゃいけない。もう全部あげなきゃって思ってたから、寝てる暇なんてないと思ってたし、睡眠時間を削ってね、やってたわけで、うち高校が0次元目っていう意味不明な授業をやってたから、朝も早く起きなきゃいけなくって、でやってたんよ、睡眠時間削って。でやってたんだけど、でやっぱり朝がいいって聞くじゃん。自分はネットとかじゃなかったから本だった気がするけど、見るから、じゃあ朝もやらなきゃと思って、その睡眠時間もともと削ってるくせに、ちょっと早起きして朝もやるみたいなことをやってたのね。だから絶対的な勉強時間をめちゃくちゃ増やしてたの。でもだんだんあれって覚えが悪くなってったんだよね、自分の中で。で、違和感覚えるじゃんか。俺、勉強時間を増やしてるのに効率下がってると思って。で、俺の中では最強の勉強法っていうか、俺の中のベストアンサーって効率がいいかどうかなの。もう効率をよく勉強して、空いた時間とか浮いた時間で俺は趣味に当てたいと思ってて、だからなんで俺減ってんだろうって思った時に、でみんなまだ若いし、当時の俺も若かったから、例えばさ、睡眠時間2時間とか削ってもあんまり翌日ダメージないと思うよね。ちょっと体がだるいとか、ちょっと眠いとかあるかもしれんけど、でもいけると思うの。でも俺今35歳じゃん。2時間やってみ？翌日マジで抜け殻だから。ああ、無理。みたいな。なるなる。で、みんなはそれが蓄積するとそうなりうの。急にプツって切れる。例えば、なんか集中できないみたいな。意味のわからないその体の不調が出てきてしまうのね。
だからやっぱり睡眠時間削っちゃダメ。で、俺の話ちょっと戻ると、そのね、睡眠時間が影響してんのかなと思って戻したの。夜ガッて勉強して睡眠時間削ってたところを、勉強時間を削ってちゃんと寝ようって、最低6時間は絶対確保しようみたいな風に変えたのね、勉強あとスケジュールを。そしたら勉強時間は減ってるんだけど、効率めちゃめちゃ上がったもん。英単語の暗記の、例えばその暗記テストとかやるじゃん、自分で自分テストを行っていくんだけど、定着率めっちゃ上がったもんね。あ、やっぱこれかと思って。で、今話したのが、そのみんながみんなに合うかわからないけれど、やることが多いから睡眠時間削ってまでもやらなきゃって思ってる方は、ちょっと待った方がいい。一回睡眠時間をきっちり確保して、睡眠時間は絶対なの、これは譲れんって、もうなんだろう、もう固めてるの、これはずらしちゃいけない、削っちゃいけないので、他の勉強時間がね、確保できない、できない、その睡眠時間が削れないからさ、確保できないかもしれないけど、残った時間をどれだけ効率よくするかっていうのが大事だから、そこにちょっとベクトルというか考えを切り替えてやってみてほしいです。自分が一個思ってるのはまずそれで、あとは一人で勉強するのと、なんだろう、集団で勉強するのどっちがいいですかって、やっぱ一人の方がいいなって思う、俺は。で、もしかしたらそのグループで勉強するっていう中ね、そのすごくいいグループに恵まれていて、本当にそのグループでやった方がめちゃくちゃ効率がいいっていうのもあり得ると思うの。もしその話を聞いた時に、絶対嘘だよとは思わない、あり得るなとは思う。ただ俺は無理だったの、それが。いなかったし、そういう友達がね、いなかったってもあるけど、だから自分は一人でやった方がいいと思ってる。あとは音楽聴くのはどうですかとも聞かれるじゃん。で、あれも基本的には聴かない方がいい。だって受験本番の時は音楽ないし、音楽を聴かない無音の状況で集中できるっていう風になってほしいのね。で、あとは音楽を聴いてるとさ、なんか集中できてる気がするとか、時間がすごい早く過ぎたって思う時あるかもしれないけど、違う、あれは勉強に集中してるんじゃなくて、こっちに集中してんだって基本的にって思っていて、ただ、ね、だからやらない方がいいんだけど、でも気分転換でさ、やっぱ必要な時もあるじゃん。だって勉強とか受験勉強特にそうだけど、マラソンだから、短距離走じゃないからさ、やっぱりマラソンしてるうちにちょっと気分変えたい時もあるわけで、その時になんだ、気分を変えるために今日ちょっとだけね、この30分は音楽聴きながらやろうとかはありだと思ってる。ただ音楽を聴きながらやる勉強は新規はダメ。初めて見る問題とか、例えばあと英単語の暗記とかもダメ。それはやめた方がいい。じゃあ何やったらいいかっていうと、前日までにやった、一回やったことがある問題が覚えてるかどうかの確認、定着してるかの確認の作業とかだったら、たまには気分転換でいいと思ってる人。ここまでバッて話してきましたけど、でも全員が全員に当てはまるわけではないです。でも自分はね、成功体験から学べることももちろんあると思うんですけど、個人的には失敗体験から学ぶことってすごく大きいと思ってて、自分はこれをやったから、さっきの睡眠時間もそうだけど、こうだったからやめた方がいいとかで、他の方さ、成功体験言う方なんかやっぱ多いんだけど、自分はこういうことやったらダメだったと思うっていう、その地雷の部分、落とし穴の部分っていうのを知っておくことで、みんなも避けることができるから、ぜひね、自分の動画だけじゃなくて、他の方のその意見を聞いた時も、あ、こういうのはやらない方がいいんだっていう、やった方がいいんだも大事だけど、やらない方がいいんだっていうところもちょっとエッセンスとして吸収するようにしてみてください。で、もう一つの方が、こっちが、今回の動画でね、メインで伝えたかったことになるんですが、勉強法ってさっきも言ったようにベストアンサーはないんですよ。絶対的にこれっていうのはないんですけど、あなたにとってのベストアンサーはできるはずなんです。だって俺の中でのベストアンサーはできてるんだもん。おい、マイクバンってとかうるさかったらごめんね。で、 A 君にとってのベストもあるし、 B 君 C 君それぞれのベストがある。でも A 君のベストと B 君のベストはやっぱり違うんだよね。似てることはあるかもしれないけれど、で、今みんなが勉強してるやり方が、例えば成果が出ないっていうので悩んでる方もいるかもしれない。もちろん改善点はあると思う、あると思うんだけれど、思っててほしいのが、いいベストアンサーの、だからいい勉強法、誰かの真似してそのベストを探そうって思うんじゃなくて、自分がやってる勉強法をベストアンサーにするんだと思ってほしいの。どういうことかっていうと、自分がやってる、今そのやってる勉強法を信じて突き進んで、それで結果を出してごらん。結果を出したらそれがベストになるじゃん。いい、それで自信をつけたら、誰が何と言おうと私の勉強法はこうだからって思えるはずなの。今回最初の動画の冒頭でね、作文の話をしたんだけど、きっとあの質問を振られて、今自分はこうって言える方っていうのは、それができてる方だと思ってる。で、やっぱり自分の勉強法が確立してる方、もちろんそれがね、他人から見た時に、いやちょっと違くないっていうことはあるかもしれない。でも本人がこれって思ってるっていうのは、やっぱりすごい強さなんだよね。絶対成果出ると思うもん。
俺が塾講師やってる時の生徒でもこういう質問したことあったけど、さって、まあ、パッて返してくれる子は、あ、絶対伸びるなって思う。で、それをできる子って、あともう一個力があって、アレンジ力があるの。勉強法の。例えばさ、みんなもいろんなさ、多分俺より知ってるはずなんだよ、勉強法。いろんな人の聞いてると思うから。で、この人の真似しようって思うじゃん。いや、大事よ。真似から入るのはすごく大事なんだけど、ちょっとあのね、全部真似しようじゃなくて、この人の意見を聞いたから私の勉強法をアレンジしようって思って、アレンジするの、変えていいんだって。自分はさ、分割勉強法っていう、例えば1日3時間勉強時間取れるんだったら、3時間ドーンってやるんだったら、1-1-1に分けて分割してっていう、俺これが俺のベストアンサーだからって思ってるんだよ。で、これを真似してね、実際に成果出してくれてるうちのユーザーの子もたくさんいるんだけど、でもさ、俺が例えば3つに分けてって言ったのに、全員が3つじゃないはずだよ。その子にとって私は4つの方がいいとか5つの方がいいとか、例えばその日のスケジュールによっても違うよね。今日はこういう分け方をしようみたいな、そのもちろん型は必要、自分のね勉強法の型は必要だけど、それをその日によってとかコンディションによってアレンジするっていう、その力があるかどうかっていうのがすごく大事です。だからみんなも、例えば自分の勉強法をね、例えば勉強法自体もそうだし、人から聞いたものを変えるってちょっと怖いとこがあるかもしれん。でもそこは勇気を持って変えてほしいの。自分がこっちの方がいいと思ったらやってごらん。で、やってみて、それで違かったら戻せばいいんだよ。いい、それが違かったからって死ぬわけじゃない。いい、それで変えてみてさ、成果が出て、あ、こっちの方がいいってなったら、それが一個また自分のベストアンサーに近づくわけなので、だからぜひ今迷ってる方、勉強法わかんないって思ってる方は、まず自分の今やってる勉強法を、これで成果を出すんだって。俺が、俺自身でこれが正しいってことを証明してやるんだっていう、その気持ちをぜひ持って戦ってもらえたら嬉しいです。ということで、ちょっと長くなりましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。